皆さんこんにちは、第一電化社の白石です。今日はご覧の通り光陽陶器株式会社様に、お邪魔しております。というのも、折り紙を製造する工程をこれから見学させていただきます。どんな風に焼き物が焼かれているかっていうのを今から、見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。今こう機械が上に持ってってるのが焼き物の原料となるもの、いわゆる土ですよね。これは地元のメーカーさんが用途に合わせて7種類から8種類ぐらいのものをいろいろここに小屋さんの方に納品をして、で今この土蓮器っていうのが何をしているかっていうと、これそのままだと圧縮して水を完全に抜いているので、ここに水を加えて、で中の刃物のスクリューでしっかりと練っていく、焼き物の職人さんなんかはこう手で、練ったりするんですけど、それを、機械で全て行って、で最終的に練られたものが、機械の最後に出てきて、本当にさっき触ってみたんですけど粘土みたいな形で出てきます。こうゆっくり押し出されて、決まった量になったらこうここで切断をされて、で自動的にどんどんこうワゴンに載せられていくっていう流れになってます。はい、でここが形成の、工程になっています。形成というのは、さっき土蓮器で練った土を、こういった型にはめて、皆さんが見たことあるようなお皿の形に仕上げていく工程です。で最終的にこのぐるぐる回っているコテと言われるものを使って、形成をしていきます。でこのコテもどうやらかなり微調整が難しいらしく、機械がやれるでしょって僕も思ったんですけど、どうやら中のネジを本当なんかものすごい職人が微調整をしてでやるみたいなので、かなり、5年10年は必要ということです。今こう手作業で一個一個やっているんですけど、これがいわゆる仕上げですね。で単純に形成だけをしてしまうと、このようにこうバリって言われる、要はちょっとこうギザギザになっているものがやっぱどうしても残ってしまうと。でこれをもう一個一個手作業でスポンジが回転している仕上げの機械があるんですけど、そこにこう一個一個乗せてどんどんそのバリを取って乾燥の仕上げを行っている作業になります。ものによってはこうライン上で全て仕上げまでできるものはできるらしいんですけど、形によってはこう機械が持っていけないものとかがあるので、そういうのはもう全て手作業でこうやって一個一個仕上げをやっているみたいです。めちゃくちゃ大変そうだなっていう。あ、今入った情報、入った情報に。ごめんなさい。折り紙製品は、カップの多分形状も多分あるとは思うんですけど、全て手作業で仕上げをやっているということなんで、もうそれを聞くとよりね、愛着が湧くんじゃないかなとは思います。はい、ということで今説明を受けました。これが今何の工程かっていうと、仮焼成、仮焼きですよね。で今これ全部こう台に乗ってるんですけど、これが一周丸一日かけて、どんどんぐるぐる回っているそうです。で50分に1台この奥に、ちょっと今見えないんですけど、トンネル状の要は釜ですよねがあって、それを50分約1時間ぐらいかけてゆっくり仮の焼成をしていくようです。でなぜ仮焼成をするかっていうと、このまま焼いてもいいみたいなんですけど、この後釉薬を色付けであったり印刷をする段階で、ある程度やっぱ強度が機械がこう持ったりするので、ある程度の強度が必要っていうところと、仮焼成をするとビスク中がこうスカスカになる、水分と不純物が仮焼成で抜けて陶器の中に入って釉薬だけが表面に残るので、糊がやっぱり良くなるみたいなので、折り紙こう独特ないい発色があったりとか、そういったのをやっているそうです。ちょっと手間は手間だと思うんですけど、やっぱそういうことをすることで、強度であったりとか綺麗な色っていうのを多分作り上げているそうです。で釜はもう一回つけたらもう長期休みが
来るまではずっと消さない、で24時間ずっと火をつけているみたいなので、もう従業員の方たちが帰ってからもこれはもうずっとずっと回り続けているみたいです。ちょっとまあ僕らからの素朴な質問で、この素焼きの段階で販売はするんですかっていう質問をさせてもらったんですけど、販売はするんだ。素焼きはですね、半完成品になりますので、この状態では陶器としては使用が不可能、使用ができない、はい、もちろん水分も捨てしまいますし強度もない、はいはい、この状態では出荷することはなしですね、はいはい、これから下で加工が精油、はい、印刷精油を加えて製品としてこれからは、ま、あくまでも半完成品、はい、になります、はいはい、ということです。なのでこの状態では販売されないということで、まあ、強度であったりとか、まあ、水分を吸ってしまうということなので、まあ、陶器として多分使えないということなんだと思います。で今これ折り紙のカップの素焼きの段階です。でこれはまだ本商店前でなんですけど、ちょっとだけ売られているものよりもちょっとだけ一回りぐらい大きくなってます。ちょっと動画だと分かりづらいんですけど、で本焼成で1200度から、1300度焼くことによって、より中の不純物がなくなって水分も蒸発をして、どん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 さっき説明してもらった感じだとこう溶けてるように近い状態になっていって、でそれで強度であったりとかがどんどん増していくということで、お皿なんかも、まあ、同じような感じなんですけど、やっぱりお皿って焼成の形成の段階でまっすぐやっても本焼成すると曲がってしまうらしいんですね。なのでそれも全部計算をしてあえて反らせてから焼いたり、まあ、マグカップだったらちょっとここ肉厚にしておいて歪まないようにしてあったりとか、もうめちゃくちゃ計算されて焼成をされてるんだなって。僕もあの焼き物とかやってあのめちゃくちゃ縮んだ経験があるんで分かるんですけど、多分そういったところまで細かく設計されているんだなっていうところで結構感動はしています。はい、今釉薬をこう今手作業で塗るところを見させてもらっています。でこう一枚一枚こうね、本当に細かい作業なんですよ。これさっきいろいろな、まあ、なんでこんな動きをするのとかいろいろ聞いたんですけど、この一連の流れにものすごくこだわりがあるなとすごく感じました。でちょっとずらして最後つけるんですけど、液だれであったりとか変なラインが入らないようにちょっとした動きの工夫がすごくされているんだなと思いました。で折り紙の製品なんかはこの作業は機械でやるそうなんですけど、その機械もさっき見させてもらったんですけど、とにかくもうすごいしか出てこないというか、もうひたすらに同じ動きなんですけど、もう本当この動きを機械が完全に再現をしているっていうところがありました。で折り紙のカップ、お持ちの方とか触ったことある人は分かると思うんですけど、外と中の釉薬が別の色、中が透明釉薬、透明の釉薬なんですけど、外は色がついた釉薬なんですけど、そこの工程もものすごくこだわり、ちょっとあの動画で見せられないんですけど、ものすごいこだわりを感じました。これ今要は焼成のところ、白色の焼き物の焼成を行うところです。で、白色を焼くときって酸素があると中の有機物と付着をして色が変わってしまうらしいんですね。なので中の空気を下げてあげて、いわゆる還元焼成、ガス圧だけで焼成を行います。そうすることでさっき見てもらったような白色の焼き物をきれいに焼き上げることができるということで、でこれもラインになっていて、もうほぼほぼ休みなく一日中人がいなくても焼き続けるということで、まあ本当コンピューターで全プログラムしているそうです。で、最大温度が1320度ということなんですけど、一気に1320度までこうバーンって上げるとやっぱり割れてしまったりするので、この奥に見えるのが全部ライン釜なんですけど、徐々に徐々に温度を上げていって真ん中あたりでピークを迎えて、で出す時も急激に温度を下げて出してしまうとまたそこで割れてしまう可能性があるので、段階を得て温度を下げていって最終的に焼成をしていくということで、今まですごく普通に折り紙のカップとか何も考えずに飲んでたんですけど、本当にここに来て一個一個のありがたみがすごいなっていうのを実感をしています。
別の小生釜に来ています。ここが、さっき還元小生というところだったんです。次は酸化小生、わざと酸素と結合させることによって折り紙であったりとか、こう発色がいいじゃないですか、折り紙のカップって。その発色の良さを出すためにわざと酸素とをこう下こう密閉されてないんですね。わざとこう積極的に酸素を中に取り入れながら行う調整だそうです。でこれを行うことで折り紙が独特のあの綺麗な発色っていうのが生まれています。で仮に例えば赤色とか黄色とかをさっきの還元調整で焼くとすごくくすんだ色、なんか朱色だったりとかちょっとくすんだ色になってしまうということなんで、色がついたものはもう全部こっちで焼いているということです。あとこう裏話じゃないんですけど、白色のカップと色がついたカップだと微妙にミリ単位なんですけど大きさがどうやら違うみたいです。あの白色とあの 色付きのやつ持っている方がもしあのいらっしゃったら、あのこう合わせて確認してみると面白いんじゃないかなと思います。というわけで、今一通り練度から形成から焼成まで本当一通りもう気持ち悪いぐらい質問させてもらって、あの本当動画で映ってない部分でもずっと話させてもらって、もうデザインへのこだわりであったりとか一個一個の製品へのこだわりっていうのが本当に伝わってきた、いい体験ができたなと思っています。今本当に自分で家で使ってるカップとかも大体折り紙が多いんですけど、さっきもちょっと言ったんですけど、より一層もう大事に大事に割らないように使っていこうかなと思いました。本当に感動しかなかったです。機械が全部やってんだろうなぐらいで思ってたんですけど、やっぱりその中にもちゃんと人の手が入っていて、手作業でやる部分は全部手作業でやっていたので、より愛着が、折り紙に対しての愛着っていうのがすごく湧いたいい一日だったと思います。ではいよいよこちらの紅葉ベースの中に入っていきたいと思います。今あの右手側の右奥にある、製品のラインですね、この製造ラインを見ていたんですけど、この前つい先日新しくオープンをした紅葉ベース、今回ですねあのご招待いただいていますので、早速中に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。金中さんと、はい、紅葉ベースの広報担当しております吉永と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。本日ご案内いただけるということで、はい、今日一日よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、結構下もなんかいろいろ展示があって、そうですね、70年代の、はい、紅葉陶器っていう陶器会社、陶器メーカーが、運営している場所になるんですけれども、あの1964年に創業した会社になるので、その最初の方に製造していた食器、かなりちょっとレトロな感じで、販売は行ってないんですけど、こう少しレトロな雰囲気最初に見てもらってから今作ってるような商品も上で見てもらえるっていうような形になってますね。はい、ちらっと70年代って見えたんでめっちゃ欲しいなと。いやめっちゃ可愛いですよね個人的に。そう、私も欲しいんですよこれあ、もう階段上がって目の前にもう折り紙の製品がずらっと並んでると見えますね。カラーごとに並べてみたのが意外とあのよくって、めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。大きい棚だからこそできるっていうような。本当にそれは思いました。最近こうね、なんかマットのラインも出始めてて、はい、僕個人的にこの辺のグレーとかベージュがすごい気に入ってはいるんですけど、なんか普段手を出さないような色にもちょっと手を出しやすいかなっていうようなディスプレイになってますね。はい、この奥にあるのが、紅葉さんが扱っている折り紙以外のライン。そうですね、あのちょうど隣に今見てきていただいた生産工場、はいはい、陶器を作っている工場があるんですけれども、土から食卓までっていうようなコンセプト、土を練るところから器をこう形作って、はい、でそれが焼かれて、でカフェでも食事を楽しんでいただいたりとか、あとはショップで実際に手に取ってご購入いただけたり、あともう一つワークショップって言って自分でこう陶芸体験ができたりするんですけど、ここでやれるんですね。そうなんです。本当にこう食器の魅力を丸ごと味わっていただけるような施設になっているので、陶器メーカーだからこそできるようなお店にはなってますね。すごいですね。あのじゃあワークショップとかで自分の絵付けであったりとか、はい、そういったのも
オリジナルのものも作れてしまう。そうですね、はい、素焼きの素材のことを素地とか生地って呼ぶんですけど、はい、あの同じ形のものに自分のオリジナルの柄が描けたりとか、折り紙の製品にもやれる。あ、やれます。めちゃくちゃいいな。うちで作ってる形になるので、はいはいはい、はい、こう他にはないような柄とかオリジナルの折り紙が作れたりとかもしますね。これはちなみに予約がいるとかですか？あ、そうですね、あの店頭でも1時間前くらいまでご予約受け付けてて、はいはいはい、あの営業日は毎日あの2回やってますので、あの本当にいつでもご参加いただけるような形になってます。ということです。あのすごい今やりたいなと思って多分そのうち自分で来るんだろうなと思いながら勝手に質問しちゃったんですけど、事前の予約もできる？そうですね、事前にネットとか電話とかで予約してもらったら確実にご参加いただけると思うので。わかりました、はい、ということなのでご予定あれば、はい、電話した方が確実かなと思います。ここにメニュー表があるんですけれども、まあ、時間帯によって提供されているものがいろいろ変わったり、まあ、お昼ご飯であったりとかお子様ランチであるのがすごいいいですで、あとドリンクのメニューですね。どの時間帯に来ても楽しめるんじゃないかなとは思います。で、あとまあパッと見てもらうとかなりこだわったものがいくつか置いてあるなという印象なんですけど、ポアステリーって言って、自動でここに、ね、棒が見えますかね。ここから注用されてどん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 最大5個ドリップをしてくれるオートメーションのドリップマシンと、あと、まあ、皆さんよくご存知のマルコニックの EK43 とマルゾッコのリネア PB ということで、かなりコーヒーにも力を入れているラインになっている気がします。トランクコーヒーさんが。そうですね、コヨベースとしてはあのいろんなロースターさん扱いたいなっていうふうに思ってるんですけど、はいはいはい、うん、やっぱりこの折り紙ドリッパー最初に開発した時からアドバイザーとして、うんうんうん、あのかなりあのアドバイスいただいている方でもあるので、ブレンド800っていう弊社のオリジナルで作っていただいたブレンドがあって、はい、ショーマさんが、はいはい、あのブレンドしてくださって、ローストしてもらったもの、あのすごい美味しくって、朝入りのブレンドなんですけどすごいバランスが取れてて、あの結構どんな方でも親しんでいただけるようなブレンドを提供させていただいてたりとか、あとはあと M2M さん、折り紙ドリッパーを使って、はいはいはい、あの2019年に世界大会で優勝されたドゥさんが所属してた、うんうんうん、ロスターさんなんですけど、そこからもう本当日本ではここでしか飲めないような。飲めるんですかこれ？はい、コスタリカ産のコーヒーがあるんですけど、はい、M2M さんで焙煎した豆が日本で唯一じゃここで飲める、はい、そうなんです、唯一ここで飲めるようなものも提供してます。そう、それはめちゃくちゃ気になりますね。でそれもこのポアステディでちょっと分かりやすいように水色が浅煎りの豆をあのドリップするためにレシピを入れてるものと、こっちが深煎りのコーヒー、やっぱり地元の方深煎りの方が親しみがあの強いかなっていうので、深煎りのものもご用意させてもらってて、まあ、こっちのベージュのここ2つの口から出るようなレシピをあの覚えさせてやってもらってます。コーヒー好きとしては多分めちゃくちゃ楽しい環境、まあ、焼き物好きの方もそうなんですけど、コーヒー好きの人が来ても多分本当に楽しめる場所なんじゃないかなとは思います。で、あと今、ね、動画で見れてるような感じで、まあ、かなり有名なバリスタですよね。エリシアとか、まあ、小野さんですよね。あとは、うん、あとはトランクコーヒーの鈴木康夫さんであったりとか、まあ、90プラスの、うん、ジョセフさんあたり、まあ、すごい面々がこう今カップに焼いて焼きつくペンでサインをみんな書いてるんですけど、なんと今回あの僕もサインを書かせていただきました。なのでこのそうそうたる面々の中にこれが並ぶことになります。めちゃくちゃ光栄ですけど、より一層世界大会頑張らないとなっていう気持ちで今いっぱいです。本当にここに並んで恥ずかしくない結果になるように頑張っていきたいと思います。本日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。製造ラインから工業ベースまで本当にいろいろ体験をさせてもらって、土から食卓までという、本当にそのコンセプトに合った素晴らしい場所だったなっていうのはすごく
身をもって感じました。もう終始感動しっぱなしで。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてで最後にちょっとあの質問とかインタビューということで、はい、まあ、折り紙製品であったりとか、まあ、こういう紅葉ベースですよね、についてちょっといくつか質問させてもらえればなと思います。はい、お願いします。で、まあ、今ではこう折り紙製品っても結構世界的にもう本当有名、はい、多分コーヒーやってて知らない人いないんじゃないかなってぐらいだと思うんですけど、こう折り紙製品の開発のきっかけとかって、はい、なんかあったりするんですか？あ、そうですね、きっかけに関しては、うん、もともとそのコーヒードリッパー、コーヒー器具っていうのは結構こうクラシカルな、はい、あのデザインといいますか、その茶色だったりだとか、その白っていう、その弊社としてはもともと陶磁器メーカーでやってましたので、はい、あのいろんなカラーが出せるだったりだとか、こういろんな形状が試せるってところで、何かしらそういうクラシカルなものに対して そのよりこうカラフルで、はいはい、あのいろんな層の方がこうコーヒー楽しんでいただけるってところでのあの展開でということで、そういうふうにきっかけとしてはまず始まったというところが、うんうん、はい、あります、ね。はい、折り紙っていうすごく日本人にとってはすごく分かりやすい、はい、なんか親しみやすい名前なんですけど、そこもやっぱりこうなんだろう、親しみやすい名前っていうところで折り紙っていうところをつけてきて。あ、そうですね、です、はい、海外の方もこう、はい、日本のその陶磁器ってところを知っていただきたいってところもありましたので、うん、そういった意味でもこうメイドインジャパンをこう、うん、強く押していきたいってところで折り紙と、分かりやすいですよね、はい、絶対日本のものじゃんっていうところで、そうですね、海外の方もこうパッと分かっていただけるところがあるので、はいはい、そう、結構やっぱ海外の人と喋ると折り紙知ってるよみたいなことをやっぱり言ってくれるんで、うん、はい、すごいなと。あ、ありがとうございます。本当にで、まあ、本当最近だとあの新しくカッピングスプーンとか、はい、あとカッピングボールとか、結構スペシャリティコーヒーにちょっとこうなんていうんですかね、フォーカスをしたじゃないんですけど、うん、製品が結構いろいろ出てきてるなっていう印象があるんですけど、はい、そういったこう開発のお話といいますか、うん、どういった経緯で、まあ、そういった商品を開発していってるのかなっていう部分も、はい、あのもう聞かせてもらえれば。あ、かしこまりました。そうですね、やっぱりあの折り紙 の, そのコンセプトがそのウィズバリスタってところがありまして、その美味しいコーヒーを増やすっていうのがまあ本当に究極の目標といいますか、そういったところを置いているので、そういった時にこうあの例えばカッピングボールだとそのテイスティングですよね、そういったところで需要がまずあるのかなっていったところで、あのカップオブエクセレンスの方とこう協業してこう作っていただくといった、そういうバリスタだったりだとか、そういう最前線でいらっしゃる方との協業でこう商品開発していくことが多いっていうところがあります。トップバリスタであったりとか、そういう人たちの意見を聞きながら、はい、まあ、じゃあどういうものがいいかというところで、うん、そうですね、はい、僕もあのカッピングスプーン発売されてすぐ買ったので、はい、ありがとうございます。僕も今動画撮ってる高橋も、はい、2人で一緒に買いましたので、ね、あの結構海外でやっぱりすごく折り紙の製品ってすごく評価されてきていると思うんですね、うん、はい、でそうなったきっかけみたいなのってあったりするんですか？はい、あ、そうですね、きっかけはあの2019年 の, あの世界大会ですね、はい、ボストンで行われた世界大会で、はい、ドゥージャーニーさんって方、はい、当時の中国の代表の方、はい、チャンピオンの方があのその前に共同であのカップをあの制作してたんですけども、はいはい、そちらを使っていただいて、はい、ドリッパーも折り紙を使っていただいて、はい、こう優勝されたので、はい、そこからこう比較的爆発的というか、あのこう広がっていたというか、はいはい、本当にワールドの、まあ、どの大会もそうなんですけど、やっぱり1位取った人の使ってたものって爆発的に人気が出るんですよ、やっぱり。ちなみに、まあ、要は国内販売のものと海外向けのものってあると思うんですけど、海外向けっていう方もあるんですけど、はい、なんか販売数というかどっちが多いとかってある、はい、販売数ですか？販売数ですとやはり海外が比較的に伸びてます、ね、まあ、そうですね。ちなみにどこの国が一番すごいとか。あ、そうですね、アメリカ、中国が最近だとアジアが特にこうアジア、はい、あの、はいはいはい、お茶関係もそうなんですけど、はい、こうかの伸びてるというか、はい、感じです、はい、アジア圏のスペシャルティーコーヒーの伸びがやっぱすごいんで、多分みんなそう、はい、インスタ、あのすごい有名なバリスタのインスタグラムとかやっぱ見てても使ってるカップが折り紙だったりとか、もうドリッパーが折り紙だったりとか、大体カッピングボールみんな折り紙だったりとか、やっぱり1日を通して折り紙を目にしないことがなくなった、うん、本当それぐらい。ありがとうございます。本当に見ていただいている方たちにこう折り紙、こういう製品ではこういういいところがあるんで、もしあれば最後伝えてもらえれば、はい、かしこまりました、はい、折り紙 の, その最大の特徴というか、あの目標といいますか、まあ、特徴なんですけれども、あの決まったレシピがないというところを強く推してまして、うんうんうん、あの製造側からこうなんて言うんでしょう、折り紙のこう供給側からその
このレシピで作るは一番美味しいみたいなのは、うんうん、あえて設定してないと言いますか、うん、まあ、非常にいろんなレシピの共有していただけるんですけども、はい、そこをこう固定せずに、うん、こういろんな例えばその塩水だったりだとか、うん、そのウェーブを使っていただいて、まあ、自分好みのこのドリップを楽しんでいただけるってところがお客様にも非常に喜ばれている部分だと思うので、そちらが最大の特徴だということはこう折り紙としてはこう強く押していきたいところだかなと思いますので、はい、そちらが伝えたいことです。はい、です。いや本当にそれは僕もずっと思ってました。あえて言わないですよね。あえて言わないです、ね、このレシピがいいですっていうのがあえて言わないところがすごい、うん、なんか素敵だなと。あ、そう、あ、そういい刺激になって、はい、そこの試行錯誤もこう楽しんでいただける一部であればこうめちゃくちゃ楽しんでます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、今日一日本当にインタビューも含めてありがとうございました。ありがとうございました。本当にもう今日一日で折り紙への愛がさらに深まった気がしますね。ぜひ深まっていただければ。本当に家にも折り紙たくさん製品あるんで、はい、ちょっと帰ったら一通り全部拭きます。しっかりとメンテナンスしっかりメンテナンスします。ありがとうございます。いや本当にありがとうございました、はい、今日はまた今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。というわけでこの動画楽しかったよとか、まあ、ためになったよとかもしあればぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もまだされてない方はよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この2頭が90度なので、うん。